はい、こんにちは。ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラはですね、ライカの非常に特殊なカメラになりますね。ライカ MDA というですね、はい、モデルのカメラになっております。はい、こう上から見るとですね、普通のライカ M 型なんですけれども、こう正面から見てもらうとですね、ファインダーがついていないですね。このファインダーが取り去られた。このモデルなんですね。もちろんファインダーがないんで、明かり取りの窓とか、フィルムセレクターもないんですね。でもって、あれですね、セルフタイマーもありませんから、だいぶシンプルな、趣になってますね。シャッターと巻き上げ装置がついた、ただの箱といって、差し支えないようなモデル。これが、MDA になってますね。まあ、これがですね、ライカが、特殊な業務のですね、記録用に作ったというですね、モデルとなっておりますので、普通のですね、一般人の人がですね、使うモデルではなかったそうなんですけれども、こちらがですね、意外なですね、人気がありまして、ですね、まあ、使い方としてはですね、こういった、外付けファインダーと、こういった広角のですね、レンズですね、これはスーパーアンギロンですけれども、これをつけて、はい。外付けファインダーを、はい。こうつけるというですね。はい。使い方をしている方が結構いらっしゃいますね。まあ、外付けファインダー見て、ファインダーつけてですね。まあ、絞りをこう、ちょっと絞り込みにしてもらってですね。ピントは目測で、このスナップシューターとしてですね。まあ、ピンパンフォーカスにして、バンバンシャッター切っていただくというですね。こういった使い方をしている方が結構いらっしゃいます。はい。まあ、見た目としても結構スタイリッシュだと思うんですよね。はい。まあ、これは一つの例として。はい。さらにですね、ビゾフレックスですね。こちらのビゾフレックスをですね、お使いになる方もいらっしゃいますね。こちらがですね、これはビゾフレックス2というモデルなんですけれども、こちらをですね、こうつけて、はい、こうですね。こんな感じで、はい。ビゾフレックスを取り付けて、まあ一眼レフカメラと同じようにですね、使うというですね。まあ、ビゾつけたらここにファインダーいらないですからね。はい。完全にこのビゾフレックス専用機としてですね、お使いいただくというようなお使い方もできますね。まあ普通のこの M 型のですね、ライカよりもだいぶリーズナブルに手に入りますんで、こう、ビゾフレックスをお持ちでしたら、これ、ビゾをつけっぱなしでお使いいただくというような方もいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい。こちらもなかなかスタイリッシュな見た目じゃないかなと思いますね。まあ、ビゾフレックスはですね、元防衛のですね、まあ、氷室京介がですね、非常に好きで、普通に使っているということで有名ですよね。はい。ビゾフレックスもですね、お使いになったことがない方は、ぜひ一度お使いになっていただきたいと思います。こちらは別売してますので、はい。そちらもチェックしてくださいね。こちらエルマーの 65mm というですね、非常に高精細なミクロマクロレンズになってますので、こちらもぜひチェックしてください。はい。ということで、はい。こちらがですね、はい、ライカ MDA になっております。じゃあ、前置きが長くなりましたけども、これですね、外観の方から見ていきます。外観はですね、ご覧いただいてます通り、ややですね、こういうところに、やっぱりこのファインダーつけたりとかですね、ビゾつけたりすることが多かったらしいので、ややこういうところにですね、細かいスレみたいなのは見られますね。これとか、まあほとんどビデオで見れないと思うんですけれども、細かいスレがちょっとあります。はい。ゼロではないレベルですね。あとはこう当たったりとかぶつけたり、擦ったりしたような跡はないですね。ストラップの跡なども見られず、綺麗ですね。ちょっとアイレットのスレがちょっとあるかなという感じですね。こっち側ですね。バックドアの塗装の、ロスはなし。針側のロスも見られないですね。こういう取りやすいところもしっかりしてますね。もちろん浮いてパキパキしたりもせずに、こう手にしっくりと馴染んでおります。はい。外観はですね、
この動画と写真もたくさん載せてますので、客観的にもご確認ください。はい。ストロークは、これですね。一回巻きになってます。はい。シングルストロークですね。では、低速の1秒からチェックしていきます。はい、1秒ですね。はい、しっかり切れてます。続いて2分の1秒。2分の1秒もいいですね。はい。続いて4分の1秒。いいですね。はい。こちらも4分の1秒しっかり切れてます。低速のシャッターに、膜の遅れ、粘りなどないのがお分かりいただけます。続いて125分の1秒ですね。はい。低速シャッターもしっかりと切れております。はい。で、この巻き上げもですね、ライカ特有のこうヌルヌルとしたスムーズな非常に気持ちのいい巻き上げですね。戻りが悪かったりとかですね、この感触の悪さは全くないですね。はい。で、底蓋を外していきます。底蓋外してもですね、中身に金属の腐食、錆、汚れなどないですね。はい。でもって MDA はですね、このチューリップ型のこの差し込みになってますね。M4 と同じです。はい。で、このレールの錆とか、素材の劣化もないですね。はい。こんな感じです。はい。底蓋もしっくりと閉まってますね。はい。という感じです。はい。高速シャッターを見てなかったですね。すいません。高速シャッター1000分の1をですね、チェックしていきます。はい。いいですね。これも。はい。しっかり、低速から高速まで問題なく切れております。付属品がこちらのボディキャップですね。はい。ということで、非常に調子のいいですね。ライカの特殊、カメラボディ、フィルムカメラボディですね。はい。ライカ MDA になっております。このままでもですね、全く問題なくご使用いただける状態の個体ですけれども、そのため、末永くお使いいただくために、分解整備、清掃調整をご希望いただける場合は、オプションからお選びいただけましたら、当社で格安で受け負わせていただきますので、ぜひご利用ください。ということで、ライカの特殊用途フィルムカメラボディ、ライカ MDA になっております。ぜひお早めにチェックしてみてください。以上です。